凌介ってなんか弟みたいでほっとけないっていうか。結婚しよう。さくらさんにサプライズがあります。これ結婚したんです。なんで私があの人たちのドレスを選ばなきゃいけないの。凌介に好きって言えばいいじゃん。勝手なこと言わないでよ。どんな気持ちでいろいろ我慢してると思ってんの。こんなんだから一生主人公にはなれないんだよな。